お疲れちゃんです。ラットです。だけで今回もクラッシュロールやっていくんすけど、今日はねスパーキーを使っていこうかなと思います。はい、やってきます。まあね、マルチやりながらかな。で、まあ、このゴブスパクエイクは最近かなとか、まあ、ちょっと前からずっと流行ってる結構強いデッキなので、まあ、スパーキーを使う方にはすごいおすすめですね。非常に使いやすいと思います。で、こうスパーキーを使ってて多分一番厄介なのが、まあ、皆さんロケットとかなのかな、まあ、あとはライドラとか、まあ、ザップとかエレキ、まあ、そういう感じだと思うんですけども、まあ、まあ基本的にはねロケットがやっぱスパーキー打たれると辛いっていうのが多いかなと思うので、今回はね対ロケット持ちに対してなんかどういう立ち回りすればいいのかとか、そういうのも話しながらねできたらいいと思うんで、まあ、マッチングただただスパーあのロケットとしてくれるとすごいね嬉しいんですけども、まあロケット出さなくてもこの動画を見たらね対ロケットは攻略っていうぐらいね、あの僕すごい説明下手なんですけど、説明下手なりにね頑張りたいなと思います。はい、というわけで、あーいいゴブリ、あーマスキがやだ。はい、でまあ話していきましょうか。ロケットとマッチングしていませんが、でロケットとじゃあマッチングしました。でまあしてはいけないことが、スパーキーを出さないことではない、スパーキーは出していいですね。対ロケットに対してスパーキー出しても打たれるから、スパーキー出さないやっていうのは、これはねあのぶっちゃけあのまあ間違いではないんですけど正解ではないですね。ロケット持ちに対してスパーキーを出さない立ち回りっていうのは決して間違いではないです。ですが正解でもないですと言いますとですね、こうスパーキーあのロケット持ちに対してここですね、タワーより、まあ、言ったら下の位置、まあ、この辺りに全てどこに打っても結局タワーと打たれてあのダメージ受けるだけなんですよ。スパーキーに同じコストのロケット打たれてただただダメージを受けるだけっていうので、まあ、下に出したらね意味がないんですよ。ですけどスパーキーを高めのこのね位置に出せば、相手も高めにロケット打ってただただお互いねコスト交換したことになるんですよ。だからぶっちゃけ何もないんですよね、言ったらただただお互いがコスト交換しただけなんですよ。6コス打ち合っただけなんで、まあ、そう考えたら、うん、別に出さなくていいじゃんってね、まあなると思うんですよね大抵のこと。じゃあ何かスパーキーが仕事をしてしまえばいいんですよね、ぶっちゃけ。あ、待って。コウモリ邪魔。コウモリすごい邪魔。というのもですね、例えば、一発スパーキーが何かを対処してからロケット撃たれたとしたら、お互い6コスト分使ってる中でも、こっちのスパーキーは1回撃ってますから、仕事量で勝ってるんですよね。わかるかな？俺の説明下手だから、頑張って理解してほしいんですけど、っていうので、相手のユニットを処理するためのスパーキーですね。とりあえず出すスパーキーだと、意味がないです。本当にただただお互い6コスト交換になったり、なんか高めに出しすぎて、なんかね、いい感じにスケルトンとエレキとかだけで対応されて、逆にね、損するみたいなことにもなりますので、こう、相手の、なんだろうね、例えば他がいるとしたら、まあ、プリンスとか、バルキリーとか来た時に、こう高めのね位置でスパーキー出してあげると、相手がロケット打たなかったらバルキリーを処理してくれて活躍してくれますし、でそのままで簡単につなげれると、逆に相手がロケットを打ってくれたら打ってくれたで、めっちゃ早く打たれるとスパーキー一発もね打たずにロケットで処理されちゃうんですけど、相手がどうしようかなって迷ってからのねロケット打つと、あこかっちゃんだ来た、んここちょっと違うな。ロケット打つと、バルキリーを処理してからロケットでね、やられたってことになって、バルキリーを処理した分ね、こっちは、エリクサーを得してるんですよね。なんで、こう、スパーキーを高めの位置に出すっていうのは非常に大事だなと思います。これ、ザップ打たれたらすごい悩ますね。さあ、ガゴムレイヤー。まあ、とりあえずね、早く、あ、鬼コカツだ。これ、インフェルノタワーだな。インフェルノタワー持ちだと思いますね。で、バレルか。バレルなんで、まあ、ゴブ支配。なんだこれ。すげえデッキわからんっすね。まあ、ご了承しちゃいましょうか。ご了承、ご了承。まあ、クエイク構えて、ザップ打って、よいしょ。うえい、やば。やばって言っちゃった。やばいっす、でも。
デッキがガゴムでちょっと厄介ですね。エレキだけだと、おい、バレルミラーのバルキリーですね。おしゃれですね。ロケットとかあるのかな。ロケットとかあると非常に萎えるんですが、まあ今んとこ出てないので、ケツスパーキーから組みつつやっていきたいですね。おお、これクイック打ちます。オッケー、あー、一体かすってる。ナイス、神クイックですね。さあこれで多分、あ、でも言ってか、ポイズンじゃないので出てきますね。はいはい、今からねしっかり形を組んで、このスパーキーのね強さを見せたいなと思いますね。これは、ゴブジェでいい感じに共有しますね。このゴブジェは正直あのやられてもいいっす。うん、やられていいよ君。頑張ってガゴムレ処理してほしいですね。ガゴムレさえ処理してくれたらもうね君に用はない。うん、もうちょっとちゃんと処理してくれるかな。いや、そうなんですね。このねガゴムレがねすごいしんどいんですよ、このデッキ。うえぇ、やべ、ガゴムレミラーどうトップしようかな次から。あ、待って、足つる、最悪。ガゴムレミラーを僕はどうにかして突破したいですね。どうしましょうかね、ガゴムレミラーを。ガゴムレミラーどうします、皆さん。マジこれどうにか突破しなきゃいけません。あ、相手も気づいてますね。この人ガゴムレに弱いぞってなってますね。よいしょ、これエレキ落としたいな。エレキ落としてスケルトン部隊か、スケルトン部隊ミラーされても積みそうですね。おお、ファイブ防衛。いや、きっついきっついきっつい。待って、バレル来てもきっつい。くんな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 。オッケーオッケー、耐える。いや、ワンチャン奇跡の奇跡。あー、終わった。これはね多分勝てません、多分。スケルトン、まあクエイクザップなんで、多分スケルトン部隊ミラーぐらいならまあ突破できたかなと思うんですけども、まあザップなんでバレルがまず、まあ、きつい、まあそんぐらいなら全然いいんですけど、ガゴムレミラーですね。1周目のガゴムレをまあゴブジェイプラスエリキで処理して、2周目のガゴムレにザップ打ったら突破できるのはできるんですけど、そしたらスケルトン部隊にボコボコにされちゃうっていうので、意外とねちょっと相手がうまい立ち回りをしてきましたね。うん、これはやんちゃですね。なかなかワンチャンロケットと当たりたかったなと思ったんですけども、ロケットと当たんないですね。さあここは、あー、すごい悩みましたね。これクエイク打っちゃいます。クエイク打っちゃってタルババナイトかな、ナイト。おお、これザップ、あ、待って、あー、ごめんなさい、下手くそでした。今ザップ打っとくとこのスパーキーアイスイズに打ってて、今タワーに本当は打ってましたね。あ、終わった。うん、相手は地変スケラで、受けがないんですよね。これもうミニペトンって出すじゃないですか。多分タルババ転がしてくるんだっけ、あれないんか、待ってないか、もうリグがないんですよね。リグがないのでここちょちょちょーんって多分諦めたかもしれないですね。グッドゲーム。これはもうぶっちゃけスパー、諦めてはないと。でここの場面でケツスパーキーをするのは良くないですね。スパーキーってここの位置のスパーキーはスケルトンラッシュに鬼無能なんですよ。なんかね右往左往しちゃって、なんか全然ねこうスパーキー活躍しないんですよね、この量のスケラに対して。なんでスケルトンラッシュ相手にはなんかスパーキー出すのもいいんですけど、こうとりあえずケツスパーキー出すとスケルトンラッシュでダメージ受けて、あのポイズンとかいい感じに処理されちゃうんで、まあスケラを守った後とか、まああとはこうちょっと高めの位置のねスパーキーっていうのが大事になってきます。まあロケットと一緒ですね、スケラに対しては。ケツスパーキーをしすぎると結構活躍しない。まあゴブジェイとエレキとかこう別にスケラ来ても今完全に抑えれるなっていう手札だとね全然いいんですけども、気をつけないとスパーキーがねスケラに対しては無能で終わってしまいますんで、お気をつけください。でここは確実にねコストをもう一枚使ってくれるか、まあ使ってこなくてもこうゴブジェ受けでね一旦ねからの、まあ、エレキでスケラ処理しつつ、このゴブジェイとタワーダメージでビビドラねうまいこと処理しています。さあそしてもうミニペッカー加えると相手は陸受けが非常にしんどいですので、まあトルネを使うか、まあ間に合わないとこのリークがねぶっ刺さりゲーミング、よいしょ、スタートを追っていきます。でここはもう、まあ、どうにか耐えましょうか。これザップとエレキとか使っ
って一個も僕はタワーを上げたく待って待って、ミスト、あ上げちゃった、まあ、ですが勝ちと。めっちゃこれもう一戦行きたいですね。一回さっき負けたのと、まあ、ロケット当たってないんでね、ロケット当たってくれるといいんですけど、まあ、ぶっちゃけこの動画ね、すごいロケットと当たった時に上げたかったんですけども、ロケットが当たった時って分かんないんですよ当たらないんですよなかなかね。なんでまあ相手で対 VS ロケットとはしてないんですけど、まあね、ロケット持ちには皆さん勝てるようになってもらえたらいいかなと思いますね。出さない選択か、まあ、結構出してもいいと思うんですよね。相手が逆にロケット打たなかった甘えたね対応すると、それはそれでね、スパーキーがこうなんかいろいろね暴走してくれたりもあるんで、対ロケット持ちにはここのね位置には出さずに、まあ、これより上ですね、これより上の位置に出すとすごいおすすめですね。とかあとは真ん中のここですね、ここに出すと、あの相手がロケット打った時にこう一発ねなんかユニット打って逆サイドに行くんですよ。これ真ん中の位置に出すと打った時に逆サイドに行くんですよ。なんでこうもし相手が、あこっちの位置だからってこの辺ちょっとねこう読んだ位置にロケットが打つと逆サイドに行ってロケットをかわしたりもねあるんで、こうスパイクを出す位置っていうのがね非常にロケット持ちには大事になってくるかなと思いますんでね。相手は出してこないんで僕から動いちゃいます。動いちゃって、まあ、適当に対応してきたらザップ打つかケツスパーキーかな。はい、これまあザップ打ってもよかったな。まあまあまあ、ミニペッカ、ミニペッカということはスパーキーかスケルトンのラッシュ、おー今のところ一緒ですね。ほぼヤリゴブリンなんか一体当たってますが、ミニペヤリゴブってあんまないっすよね。これだ、待てばもう一枚ぐらい出してくれそうですけどね。出してくんないのかな、出してくれよ。まあまあ、1分入るので、ヤリゴブリンとミニペッカザップで、ゴレはないでしょう。ラーバもないでしょう。スパーキー出しています。で、逆サイズ目来ても、ゴブジェでね、しっかり釣っていきたいと思います。そう、スパーキー回。スパーキー対決来ましたね。これね、逆いっちゃいますね、僕ぐらいになると。逆いっちゃって、あれをザップで止めつつ、エレキも出しちゃいますね。よいしょ。OK。ああ、エレキいらなかった。相手もザップ打ってくると思ったけど、回ってなかったって感じですかね。ライトニングザッパー。ライトニングザッパー。ダブルザッパーじゃないですか。ケツスパで端前来たら美味しいなぐらいですね。まあ、来ない。これまたですね。よくするんですよ、スパーキー使い。ケツスパーキーからの、相手にね、リセット系がない時も、逆サイめっちゃ攻めるんですよね。逆サイめっちゃ攻めて、よいしょ。このスパーキーを、なんかね、いい感じに働かせるっていうのを、結構上手い人みんなやるんですよね。スパーキー使う人はね、ちょっと覚えておいてもいい技かなと思いますね。さあ、で、このミニペの前に、まあ、行ってもよかったっすけど、一回迎え撃ちましょうか。エレキがいるんで、あ、これ入るんじゃね？でも相手ライトニングでしたね。ライトニングも若干しんどい。めっちゃしてきますね、これ。よいしょ。でさ、今度は相手のターンかもっすね。ザップ現象。ザップ使った一発ずつやって、まあ耐えるんで、こう捨てちゃって、まあ、こっち行きつつ、スパーキー来たらあれですもんね。ミニペックぐらい出しとくと、なんか勝手にいい感じになりそうですけどね。クエクって、これもザップまで打って、このミニペックは僕は届かせます。あ、届かないけど、あ、待って、クエクいんな。やばいやばい、待って待って、来る、絶対来る、これやべ。攻めすぎた、しゃしゃった。あるある。さあ、これミニペックが絶対来る。来ない。あ、ライトニングか。OK、これは勝ちましたね。まあ、対ロケットじゃなかったんですけど、こう、ケツスパーキーからの、逆サイ攻めはね、結構大事ですね。ボムタワー持ちとか特にですね、ボムタワー持ちとかに対して、ジャイ、こう、スパーキー、ミニペッカとか組んだところで、意外と、ボムタワープラス小物とか、マジックアーチャーとかで、うまいこと処理されちゃうんですよね。なんで、意外とケツスパーキーからの逆サイゴブジャイミニペとかすると、スパーキーにスケルトンとかを使いたいんですけど、ミニペッカにもね、スケルトン使いたいとかっていうので、こう、意外とね、相手の防衛を崩すことができるので、ゴブジェイプラス、ミニペッカ、結構いいですね。スパーキー
からの逆サイゴブジャイミニピは、すごい覚えとっていいかなと思うんで、よければ参考にしてみてくださいってわけで、皆さんロケット持ちにスパーキーで勝ちましょう。お疲れ様でした。バイバイ。